燃料系、燃料系、燃料系、A、フューエルマター、フューエルメーター、フューエルゲージは、機器において燃料の残量を指示する契機である。自動車やオートバイなどの燃料残量が重要な意味を持つ機器に装備され、操作者が現在の燃料残量を把握するのに用いられる。また、を含む、あらゆるタンクにも使用される場合がある。 エンジンにとって燃料残量はその車両の後続可能な残り距離を左右する重要な要素である。燃料残量を把握しないまま走行を続けると燃料切れでの自走不能状態に陥ったり、最悪の場合は空燃比の極端な変化によりエンジンが破損する場合もある。気候上の理由により文字盤には満杯を示す F と空を示す。 E 以外の文字は記載しない場合が多い。燃料系の中には燃料残量が残り少なくなると専用の警告表示灯が点灯してドライバーに速やかな給油を流すものもある。燃料系を示すマークとして古くからガソリンスタンドのを図柄化したマークが用いられている。近年の車両ではこの給油機のマークの近辺に三角形のマークが付加され、 その車両の燃料タンクの給油口の方向を示している。例えば、ドライバーから見て、左向きの三角形が付加されている場合は、車体の左側面に給油口が設けられていることを示す。一方で、キャブレター式のオートバイなど、タンクからの燃料供給が自然落下による機械では、燃料系を搭載しないものが数多く存在する。オートバイの中でも、 電子制御式燃料噴射装置を装備した車両が増え、従来のキャブレター仕様では燃料系を備えていなかった車種であっても、モデルチェンジで燃料噴射仕様へ変更されると原型を追加される場合が多い。オートバイの中でもスクーターなどは、車体の低い位置に燃料タンクが配置され、電気式の燃料ポンプによって燃料供給を行う車種では、 古くから燃料系が搭載されているものが多かった。自動車やオートバイの創生機においては、計器はほとんど装備されず、ドライバーの五感からの情報に頼った運転がされていた。燃料残量についても同じで、ドライバーは燃料タンクの蓋に備えられた固定式のレベルゲージを確かめて、あらかじめ出発前に燃料を補給しておくなどの対策が必要であった。その後、 モータリゼーションの発達で大規模国道や高速道路が整備され、ガソリンスタンドが各都市の随所に開設されるようになると、自動車やオートバイでも遠出をする機会が増え、燃料タンク内の残り燃料から航続可能な残り距離をドライバーが常時把握しておく必要が生まれた。その結果、まずオートバイに燃料タンク自家付けの燃料計が装備されるようになった。これは、 燃料タンク内にフロートを浮かべておき、フロートの浮き沈み量を機械的にゲージに直接示すことで燃料タンク内に大体どの程度燃料が残っているのかをライダーに知らせるものであった。その後、自動車の燃料タンクにも同様の機構で燃料残量を示す機械式の燃料計が搭載されるようになった。こうしたタイプの燃料計は構造が単純なため、 現在でも燃料キャップと一体化された形で、小排気量のビジネスタイプのオートバイや、発電機をはじめとする小型内燃機関を搭載した建設機械などに用されている。1960年代以降になると、電気式燃料系が開発される。電気式燃料系は、フロートの上下量を可変抵抗を介して抵抗値に変換し、 その抵抗値から指針を上下させる方式である。原理的には機械式とほぼ同じであるが、車体の揺れや傾きによる表記の変化量が機械式に比べて緩やかなため、現在では燃料系のほぼ大多数がこの形式を採用している。1980年代には、センサ部分は電気式と同じ構造だが、メーター部分をデジタル表示とする。 デジタル燃料系が登場する。デジタル燃料系は、その他のデジタルメーターとは異なり、液晶表示系などに置き換えられた形で現在でも、低価格の車両を中心に幅広い車種で用いられている。現在使用されている燃料系は、大きく分けて、機械式と電気式に分類される。両者の大きな違いは、燃料タンク内に備えられたフロートの上下量を、 機械的式に読み取るか、電気的に読み取るかである。メーターとしての基本的な概念が、いかに早期にドライバーに給油を促すかというフェール政府の立場に立っているため、どの形式も正確な残り数量の表示を行うわけではない。機械式燃料計は、燃料タンク内に備えられたフロートの上下量を、機械的に直接メーターに表示する方式である。 小型化が容易な形式であり、現在でも燃料キャップと一体化した形式のものが一部のオートバイや下半式の内燃機械に用いられ、タンクに内蔵されたタイプのものが固定式内燃機械や灯油タンクなに用いられ、続けているが、フロートの上下量がそのままメーター表記に反映されるため、機器の傾きや上下振動などでフロートが激しく動いた場合、 メーター表記が急激に変動しやすい欠点があった。そのため、オートバイなどでは、運動性能の向上により、車体のバンク角度が大きくなってくると、従来の機械式燃料系では走行中の燃料表記を正確に把握し続けることが困難になったため、トリップメーターの普及とともに、燃費計算による航続距離の逆算法が主流となってくると、機械式の燃料系は、 廃れていってしまった。自動車においては燃料タンクの搭載位置が冷明期の車種のようにエンジン直上に配置されキャブレターに自然流化する形式が少なくなると機械式の燃料計はフロートとメーター間を機械的結合する手法が取りにくくなり電気式のフロートの登場とともに一挙に廃れてしまった。電気式燃料計は燃料タンク内に備えられたフロートの上下量を 可変抵抗をポテンションメーターにより抵抗値に変換し、抵抗値の上下動によって、電気式メーターに燃料残量を表示する方式である。基本理論は、機械式とほぼ同一であるが、機器の傾きや上下振動などで、フロートが激しく動いた場合のメーター表記の変化が、緩やかで、機械式燃料系のように、メーターとタンク間のワイヤー結合に、 燃料タンク搭載位置が左右されることもないため、現在の燃料系のほぼ大多数がこの形式を採用している。ただし、フロートの上下量により、指針を表示する関係上、燃料タンクに厳密に何リットル燃料が残っているのかを正確に判断することは極めて困難である。ため、この形式の燃料系の表示板に残り、燃料を数値的に示したものは現在でもほとんど、 存在しない。フロートの上下量を単純に指針に示すだけの装置のため燃料を給油した際に指針が F を振り切る車種や E まで指針が下がった後にもタンク内にまだ10リットル程度の燃料が残っている種も存在する。このため残り燃料をできるだけ正確に把握したい場合にはオートバイ同様に平均燃費と燃料体育総量から航続可能な距離を逆算する必要がある。 電気式燃料系の中には燃料残量警告表示灯を備えたものが存在する。これはフロートの抵抗値が一定以下あるいは以上になった場合に警告灯を表示するものと燃料系用のフロートとは別に警告表示灯用のフロートを搭載しフロートが一定以上下がった場合にスイッチが導通し警告灯を表示するタイプに対別できる。前者の場合はフロートを 燃料系と共有する、関係上、坂道などで車体が傾くと警告灯が点灯し、水平になると消灯する場合がある。また、警告灯表示時点で何リットル燃料が残っているのか厳密に規定されていないため、わずかでも警告灯が点灯した場合にはできるだけ速やかに給油をすることが望ましい。現在でも利用され続けている機構ではあるが、 燃料タイ内に電気が通電するフロートを置く、関係上、ごくわずかではあるがフロートからの漏電による、引火、爆発のリスクが伴っている。そのため、より高い信頼性が求められる機器の燃料タンクでは、この機構は用いられない。デジタル燃料系は、燃料系の表示部分によるバリエーションの一つである。メーターのデジタル化は、1970年代に、 スピードメーターをはじめとするほとんどのケーキで始まったが、スピードメーターなどで採用されたセグメント表示器を使用した数値表示方式は燃料系には適しておらず、デジタル燃料系にはデジタルタコメーターと同様に LED をバー状、あるいはグラフ状に並べて順番に点灯させ、バーが伸び縮みして表示されるバーグラフ式が採用された。燃料残量は 短時間に大きく数値が変化することがなく、バーグラフ表示への置き換えが比較的楽であったことや、指針式の燃料計はメーターパネル内で比較的大きなスペースを要求するのに対し、デジタル燃料計は極めてコンパクトに配置できるため、現在では軽自動車等の低価格車両やオートバイなどのメーターパネルの大きさに制約がある車種を中心に液晶による デジタルオートメーターなどと一体化された形で採用が進んでいる。燃料系は他の軽機類と異なり、比較的早い段階からほぼ全ての自動車への純正採用が進んでいった。これはトリップメーターなどの距離積算系すら存在しなかった時代には自動車や二輪車の使用状況によっては燃料の欠乏による自走不能が そのまま遭難などの搭乗者の生命の危機につながる重大な事故を招く危険性が高かったためである。しかし燃料タンク内のフロートを使用してメーターに表示する形式が長い間変わらなかったことから燃料タンクに残り何リットル燃料が残っているのかを正確に把握することは現在でもごくて困難なままとなっている。また機械式にせよ 電気式にせよ燃料タイプ内にフロートを備えることが必須であるため一部の燃料キャップ一体式燃料計を除いて燃料計を元々備えていない車種に後付けで燃料計を付加することはかなり難しい安全性などの観点からタコメーターなどのようにコスト削減の際に省略されることはまずあり得ない装備であるがトリップメーターと平均燃費による逆算法を 熟知した操縦者であれば、必ずしも燃料計だけを頼りに走行する、必要性はないなど、相反する要素を備えた装備である。そのためか、燃料計は、法律上必要な装備とはされておらず、燃料計を排除したり、故障により動作しない状態であっても、整備不良となることはなく、車検にも影響はない。自動車用の電気式燃料計と同じ作動原理の、 電気フロート式を用いるか、電気式圧力センサーか水銀圧力計により、タンク内の燃料レベルの表示を行う。航空機の燃料計は原則として、残り数量を正確に表示する必要性があることから、自動車とは全く異なる構造の燃料計が用いられる。航空機の燃料タイク内には、 複数の低電圧コンデンサが内蔵されており、燃料に浸されることでそのコンデンサに電化が蓄えられる。エアバス A320 の場合、燃料体イ内に約30個のコンデンサが内蔵されており、電化が蓄えられたコンデンサの数を燃料コンピュータが計算することで、残り数量の正確な表示が可能となるのである。この形式の場合、その航空機が反転。 背面飛行などを行った場合でも燃料の移動によって残り数量の変化が起こらないように燃料タンクの残り燃料とタンク角度によってコンデンサがどのようなんかの変化を示すのかあらゆる条件でテストが行われ燃料コンピュータに補正プログラムとして内蔵されているため現在ではどのような条件下でも99%以上正確な数量が表示できるように言っている 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。